前科3番893番チョギ太郎です。本日のお話はこの11月6日にもう漫画が始まりしますね。もう自分で言ってるのもしつこいなくどいなって言うけど、ちょっと今回違うんですよ。単純に買ってくれっていうことじゃなくて、ここにね発売に至るまでいろいろな方に協力していただいたっていう、それお礼と感謝の意味とね、そして皆さんに分かってもらいたいなっていうことでお話ししたいんですけど、まずですね、何を隠そうね、この11月17日17日ですね、あの原先生のキングダム70巻が発売予定なんです。いやいや、お前関係ねえじゃないかと思いますが、私がガゼンコの漫画ということにすごくこう思いが入ったのは、まずそのキングダムっていうのを私はネットフリックスとか NHK のテレビでそのやっていたのをアニメから入ったんですね。でやっぱりこの内容が面白いっていうことを俺太郎と話してた時に、俺太郎がまあ買ってる分があったんで60巻ぐらいまでだったのかな、50巻ぐらいだった、それを私にくれてそれを読むようになってった。でもこの漫画っていうのは私はにわかだったんで、その今まで漫画をその買って読むって、じゃあまあその後にも買いたいと思ったし、その内容をもっと知りたいと思った時に、あのですね、いるんですね、 YouTuber でリキ君ってキングダム研究所っていうのをねやってるんです、この YouTuber が。私はこの男のねやつを見てね、あ、こういう風に漫画って読んでいくんだ、そっから自分で買っていくようになってですね、まあちょっとこの男のね喋りがまた面白いんですわ。で私がねたっての要請で彼にコラボしてくれってことでね、キングダム研究所リキ君のところで出ますね。まあこれも概要欄貼っておきますから、ちょっと見てほしいんです。キングダム研究所でまあどんなことが起こるかちょっと見ていただきたい。そして、6日になると裏社会ジャーニーね、裏社会ジャーニーの草加さんがプロデュースしてゴンザレスさんのところでも私顔出してやります。それから3代目ひろし君、あのねひろし君です、あのひろし君のところも出ます。そして昨日はですね外録チャンネルさんで出ておりますので、それら見ていただくと、これがまあ実写系のところですわね。いわゆる YouTube の世界の方たちでこう進行があるところを出させていただいております。で次です、こっからです。 V の世界でもね並々ならぬね交友関係の中で、まず7日の9時夜の9時21時から金井先生ですね、私がいつもやっております親方太郎という形でね金井先生とコラボしてますね。その金井先生のチャンネルの方で私が出させていただいて、まあちょっとこのね金井先生のファンの方にもね、漫画のこと知ってもらおうということで出させてもらいます。そして8日、あのケイソンさん、ケイソン総長に私の番組出てもらうんですよ。まあ実写のつながりっていうんですか、あのだってもう映画とかね出ますからね、ケイソンさんお顔出してね、まあ元からお顔出してる方なんであれなんですけど、まあそういった意味で先輩なんでね、いろいろね協力していただけるないかというふうに立っての願い。そして10日1日飛んで10日が稲葉ハネルさん、ハネルの兄貴にお越しいただいて、まあ今までの感謝の気持ちですよね、彼女なくて懲役太郎の今はないと思っております。彼女がもう本当に出た時に私を触れてもらって、面白いのがいるよっていうところから今があるんですよ。なのでね、まあお礼を込めてね、この一度私の方に出ていただいてお話しさせていただければなっていうことなんです。そしてもう一つの展開、先ほど言いましたあの草加さん深夜さんね、裏社会ジャーニーのプロデューサーであってサイズ社、私と協調の本も出しております草加さんから聞いたお話なんですが、我々は本だと紙の本だね売るんだと思っておりましたが、もちろんそれもとてもとても大事なんですが、今の時代電子版も非常に重要とのことでお伺いしました。 Amazon Kindle というのがあるんですね、 Amazon Kindle 電子版で、こちらも非常に大事、今後はこちらも宣伝していこうと思っております。11月6日の正午あたりに旧ツイッターで1話の無料公開を行いますので、こちらのいいねリポストリツイートご協力いただけたら幸いでございます。極道楽園、極道パラダイス、目指せ重版、目指せ連載継続、目指せ実写化アニメ化、目指せテーマパーク目指せテーマパーク、ヤクザのテーマパークと一歩ずつ進んでいくのはもう皆様の応援にかかっております。皆さんで盛り上げていきましょう、よろしくお願いいたします。以上です。動画のご視聴ありがとうございます。
この度懲役太郎が監修原作をやっておりますヤクザ漫画極道楽園極道パラダイス単行本第1巻が発表いたしました。またそれに際し11月22日水曜日新宿ブックファーストでお渡し会イベントの開催が決定いたしました。そちらのイベントでは懲役太郎の中の人俺太郎作画の川端先生が現地にいます。興味のある方はぜひ概要欄のリンクから確認お願いいたします。以上です。